選手のご紹介させていただきます。エントリーナンバー13番大阪北支部大西義行選手。作品名ラベイル。レシピをご紹介いたします。コアントロー30ミリ、ピーチリキュール10ミリ、ストロベリーリキュール10ミリ、ローズシロップ5ミリ、フレッシュレモンジュース5ミリ。創作意図を申し上げます。フランスの春は花から花へと恋を紡ぐ蜜蜂の葉音で始まります。花たちはやがて実を結び、みずみずしい果実となって今カクテルグラスへ。幸せの始まりといわれる蜜蜂に感謝を込めて。エントリーナンバー14番福島支部平本飛鳥選手。作品名恋蜜。レシピをご紹介いたします。梅酒20ミリ、ブルーベリーリキュール10ミリ、フレーバードウォッカ、粒ロッカ10ミリ、フレッシュグレープフルーツジュース15ミリ、ヨーグルトリキュール5ミリ。あなたを思う優しさも切なさも恋蜜とともに強さに変わる。白いキャンバスに描く冬の恋、甘く切ない恋心をグラスに表現いたしました。エントリーナンバー15番倉敷支部山下真由美選手。作品名プレネージュ。レシピをご紹介します。ウォッカ20ミリ、アップルリキュール20ミリ、サパンリキュール5ミリ、アーモンドシロップ5ミリ、フレッシュレモンジュース10ミリ。冬の訪れを告げる雪うさぎ、朝日に輝くダイヤモンドダスト、ようこそサパン香る新設の銀世界へ。エントリーナンバー16番新潟支部畑野明文選手。作品名ラオフ。レシピをご紹介いたします。ホワイトラム25ミリ、アプリコットリキュール15ミリ、メロンリキュール10ミリ、フレッシュライムジュース10ミリ、ココナッツシロップ1ティースプーン。今年の干支は虎です。中国で虎は孤高の王者と呼ばれています。その虎を黄色はカクテルで、黒糸はブラックオリーブを使い、中国で百花の王と称されるボタンを飾り表現いたしました。